しですか？いいお天気ですものね。ですから、虫干しですよ。これ、私の世界のスイカコレクションなんです。こっちがですね、エクアドルの。こっちはアクラマカン砂漠の。こっちはチンピ、南極のスイカなんですよ。あらあら、浦島君は博学ですね。なんか楽しそうね。何してるのかしら、お二人さん。むつみさんらしいというか。でも、なんでそんなにスイカが好きなんですか？だって、可愛いじゃないですか。浦島くんみたいで。所詮あんたはスイカと同レベルね。それに役に立つんですよ。集中力とバランス感覚の。危ない。あって、あら、受験の役にも立ちます。バッチリです。あら、飛ばして。あんたは、まあまあなるさ。浦島くん、私たちを助けてくれようとして。それもそうね。今回は多めに見といてあげる。じゃあね。
しようとしてたんですよね。もしよかったら私がやりますけど。ええ、汚れ物を出してください。はーい、キノコが生えないくらいきれいにしますね。慰めなどいらぬ。お前に交わされる剣が誰に通用するのだ。しつこいな。お前の手など借りぬ。余計なお世話だ。お前に関わっているとまた私は。ねえ、こっちにはいないみたいよ。あれ、おかしいな。確かこっちに。それに先輩。ねえ、しのぶちゃん、本当にこっちに来たの？はい、多分。どうかしたのですか？あ、うん、あのね、亀のたまちゃんを探してるんだけど。亀？ん？どうかした？もとこちゃん、何か心当たりあるの？あ、なる先輩、ここに何かが張ったような跡が。本当だ。でも途中で消えちゃってるわね。またどこかに行っちゃったんじゃないかしら。そうなんですか。袋に入れようと思ったのに。すいません、どうもお騒がせしました。
したぞ、浦島。うわ、近づけるな。そういうことではない。とにかく苦手なのだ。出てこないとシャンプーが受け取れませんし。